エスタディオラティーのアメリカーノは、キューバの首都ハバナにあるスタジアム。1946年にオープンして、以来、主に野球に使用されており、キューバ国内野球リーグセリエ、ナショナルデベースボール所属の名門チーム、レオネスデインダストリアレスの本拠地である。ラテンアメリカの野球場の中では、最大の収容人数5万5000人を誇る。ボビー・マドゥーロが、 約200万ドルを出して構築を支援し、1946年10月26日に開場した。当初はグランエスタデオデラ・アバーナの名称で呼ばれた。1954年創設のマイナーリーグのハバナシュガー・キングスが本拠地球場として使用していた。1961年にプロリーグリーガ・クバーナでベースボールが廃止され、球場の名称も現在のものに変更された。 1956年には、フルヘンシオ・バティスタ政権の独裁に反対して、ホセ・アントニオ・エチャベリア率いる学生デモが行われた場所でもある。人気ダンサーの公演やボクシングの試合を含む多様な目的に利用されている。1971年に改修され、5万5千人の観客を収容することが可能になった。1999年3月28日に、 ボルチモアオリオールズ対キューバ代表の親善試合が開催され、フィデルカストロ国家評議会議長が、ボルチモアオリオールズのピーター・アンジェロスオーナーと、MLB のバドセリグコミッショナーの間に座り、ボックス席で観戦した。ありがとうございます。